物が多すぎて。ちょっと待って、よいしょ。おはようございます。おは、久しぶりにここの背景ですね。おはようございます。よいしょ。今日は最終作戦会議をしようと思います。おはようございます。朝から来てくださってありがとうございます。おはよう。ゆなゆなとランウェイに頑張るぞ。今日のね、あれがですね、タイムスケジュールというか、おみくじがいっぱいお財布に入ってる。よいしょ。1位目指すぞ。今日のタイムスケジュール、配信スケジュールは多分縦画面にしてピュッて、プロフィールのとこの下行って、ゆなゆなのお便りっていうとこを見てもらったらあるんですけど、見れますか皆さん。でね、ツイッターのリプでもいろいろ意見をいただいて、変えれるとこはちょっと変えようかなと思って。そう、今日の5時からいよいよ始まります。見れましたか。おはようございます。私も手書きをしてですね、こんなめっちゃ実行字で書いたんですけど、まずね、丸一の5時から6時半の配信を1時間と30分に区切るといいよって言ってもらったんですよね。50カウント分が増えるから。そう、それは切るだけなので、そうしようかなと思ってるんですけど、どうでしょう。これはまだイベントじゃないから、皆さんそんな星投げとか頑張らなくても大丈夫ですよ。おはよう。5時から6時と6時1分、6時1分からと6時半に分けるといいって聞いたんですけど、どうでしょう。おはようございます。カニのかぶり物そう、今日は僕の太陽声もあるんですよ。ちゃんと踊れるかな、もうドキドキすぎて。おはよう。おはおはよう。みんなあんまりショールームに詳しくないのかな。そんなことないよね。変えても大丈夫ですか。そこはあんまり問題ないかと思うんですが、何かありますか。わかんない、星投げできなくなるとかあるのかな。おはようございます。ちょっと待ってね、ホワイトボードに書くね。
ね。そう、1時間で分割した方がいいって言われたんですけど、大丈夫ですか？18時半か。間違えた。いやー、手が水色。朝ごはんまだです。そう、6時台になんか配信を切るとカウントができるって聞いたので切ろうかなと思って。それとその行ける方はショールーム、めちゃめちゃ、もうめちゃめちゃでもないけど慣れてる方は4時15分に星投げしてもらって、捨て星してもらって、6時15分に4周目がいけるんじゃないかなと思ったんですけど、どうですかそれは。カニフミオさん、ハートありがとうございます。やるときはやるよ。ヘタレだってやるときはやるよ。でこの後はもうずらせそうにないから、そっからは変更なしかな。4時15時15分もう私もこれ見なきゃわかんない。夕方のね、4時15分に星ない捨て星をすると、まずこの1の配信でさ、5時15分に3周目がいけるじゃん。でそっから1時間後の6時16分、1分ずれるから6時16分には星解除になって、そっからバーってすぐ星集めたら半までに投げれるのかなって思ったり、どうなんだろう。どうでしょう、行けますかね。だったら捨て星を4時15ってお知らせ変えようかなと思ったり。そっか、丸2でもう一周行けるってことだよ。そう、なんて言うんだろう、3周と1周みたいな、合わせて4周いけるかなと思って、この1、2でこの星1周がいけますか。だったら捨て星を4時15分にお知らせしようかな。最後でもあれですよね、ここがバタバタするって感じですよね。6時16分からいけて、残り14分で星1周いかないといけないから、そうかな。そう、3足す1で、あ、いけそう。じゃあこういうプランにしようかな。捨て星を4時15分にして、こっちで3周行って、こっちで1周行って、50カウントどっちもやってもらおうかな。そうしよう、そうします。で丸3番の時間がどうやって変わるんだ、書かなきゃわかんない。書かなきゃわかんない。待ってくださいね。だから3時15分までに星満タンにしてもらうんだ。
しい。おお、消しゴムが。15までにしてもらって、4時15分に捨て干し、で5時16分から3周目がいけるんですよね。16分からいけて、6時17分から星集めがいけて、配信時間はなるべく書いたくないから、難しい。おはようございます。6時17にして、6時17分で集め、違う違う、6時17、あ、で集めた分をこっちで投げてもらえればいいのか。6時17で集めた分をここだ、4周目、4周目って書かない方がいい。ここで切るもんね。6時のとこで一瞬切るから、丸1でしょ。で7時18分に1回集めれるようになるじゃん。19時18分、なんで1分ずれるんだろうね。そうそうなんですよ、5時から10時の間で3時間しないといけないからバタバタなんですよね。スケモンさん、バラありがとうございます。3プラス1にしよう。で18分に集めて星1周、あ、3のとこで星投げができるってことか。1回、19時25から19時55のとこで星1プラス50カウントで、丸4の20時20から20時35のとこで、7時18分に集め始めるから、次が20時に19分に集めれるのか。うん。難しい。おはようございます。20時19分から星集めができるから、20時20分から35分の15分間でも頑張れば星投げ一周いけるってことか。そういうことだ。
星1周と50カウント50カウントは星投げの後にしてもらえれば全部1時間以上経つからできるんだ。そういうこと星投げは1時間に1回しかできないってことかな。おはようございます。でしょ。で20時19分に星集め行くから次が20時20分7、あどっちにしても7か、変わらんのだね星投げは。そうだ、いけた。実質4回だけど1回切るから5回配信することになるんだ。21時15から22時で星シュート50カウント、これでどうですか。めっちゃ暗いね今日。おはよう。これだけこんな感じですか。お化けみたいになっちゃう。これで合ってますか。おはようございます。主計さんがいる。はるぴちゃん、はるぴちんさんちゃんにしちゃった。おはようございます。はじめまして。おはよう。3 3 1 1 1 1、合計7周と50カウントも7回できます。よし、これでいけますか。じゃあこれをツイッターのあのリプのところに再投稿しようと思うし、大丈夫、あ、再投稿リプのところにしようと思うんですけど、リプで大丈夫ですか。リツイートがいいですか。4号は配信開始通知が来ない。みんなタイマーかけとって。ユナもアラームかけたけん。そう、とにかく星をたくさん集めてください。お願いします。引用リツイートの方がいいかな。了解。そして皆さんになんか裏技っていうかをお伝えっていうか、みんな知ってるかもしれないんだけど、なんか星を集めに行くのにまず90×5色をまでを集めて、それで1回ユナのルームに戻ってきて投げるじゃん。その後に 10×5色を取りに行くと99がマックスじゃなくて100までいけるらしいんですよ。なのでぜひお願いします。1回90までたまったら私のとこに一旦戻ってきてください。1個星が、まあ 1×5 だから5色、5個分星が増えるみたいです。そうで、あと連続でポチポチ10個連続でポチポチすると 1.2 倍だったかな、なんか倍に大きくなるので10個ずつ投げてください。お願いします。合ってるこれ。ツイッターのリプで教えてもらったんですけど合ってますか。合ってます。クマ1よりタコ10を徹底、あそういうことか。10個投げると 1.2倍になるからってことね。1個投げるより10個ずつ、なんかそのギフトとかも10個ずつがいいってことか。
ほうほう、じゃあお願いします。皆さんもこれスクショして1月4日のスケジュール変更ですって拡散お願いします。お腹が鳴った。いいですか、私も一緒がいい、寝起きの顔なんだな。お願いします。そうなんです、今日はもう本当にギリギリで星解除されて、またすぐ集めてって、もう1時間に1回星集めに行かなきゃいけないって感じなんですけど、お願いします。すいませんね、こんなパタパタで。90まで貯めて投げて10集めて投げると100個分投げれるらしい、99個分じゃなくて。90と10で考えたらいいらしいです。10個セットじゃないといけないから、99にすると9個分がちょっと無駄になっちゃう、ポイントがちょっと少なくなっちゃうから、90と10で100個。合体させて100個、なので90まで来たら来てください。そうね、配信始まってからの流れを言っとこうか。皆さん聞いてください。聞いてるか見てくれてるか。まずですね、星投げ3周大事なここを行きたいと思います。ここの説明1、まず拡散お願いしますね皆さん。まず、3時15分、3時15分これの1時間前までに星を満タンにします。そして4時15分、16時15分に、他の配信者さんのルーム、一人だけルームに入ってください。それで星をもらうんですけど、それか星をもらうだけです、投げたりしたはダメです。コメントはいいのかな、わかんないけど。そうしてルームで星をもらいます。それを捨て星って言います。捨て星を4時15分にお願いします。そして5時配信がスタートしたら、まずは10色投げてください。あ、10色じゃない、 10×5色、どの色も10個ずつまず投げてください。そしたら15秒後ぐらいに私のルームに入ったボーナスで星が 10×5 色もらえます。そしたらそれも合わせて全部10個ずつバーって、もうそっからは一気に投げちゃってください。色変えなくても大丈夫です。そう、まず何色だっけ、オレンジ、オレンジを99個バーって投げて、次水色だったかなを投げてみたいな、全部やっても大丈夫です。そして、星を全部投げ切ったらすぐ星集めにお願いします。他のね、私以外のルーム、私ではもう星もらってるから、それ以外のルームの3に行って星をもらってきてください。で星を2周目は80までしかたまらないんです。捨て星を10個して、ゆうなのルームでも10個もらってるから 100-20 で80個までしかもらえないので、80までたまったらすぐ戻ってきてください。でそっからは10個ずつまた投げます。で全部投げ終わったら、投げ終わって時間を見て、多分その頃には5時13分とかいい時間になってると思うので、もうちょっと待って5時16分になったら星集めに行けるので、そしたらまたさっき行ったルームさんとはまた別のルームを探して行ってみてください。で星を90個まで貯めたら一旦戻ってきます。でユナのとこでまた10個ずつ投げて、で最後にもう1ルーム行って10個もらって帰ってきてユナのルームで投げてください。そしたら星を100個投げたことになります。 100×5 だから500個、それの 1.2 倍だから結構大きなポイントになります。でその後は50カウントをお願いします。50カウント最初がいいの？でも配信が切れれば関係ないってこと？
50カウントお願いします。50カウントはそう今哲夫さんがしてくれてるかな、そんな感じで数字を打って1送信2送信って送ることです。コメントを50個まではポイント分に換算されてるので、コメントを50個送るよりは数字を50個送った方が楽なので50まで1から50まで数えてお願いします。こんな感じで星投げ3周ができます。いいですか50カウントは3周目の解除待ち中とかかな。あ、だってじゃあそうだ、さっきの言ったみたいに5時13分とかに多分2周目が終わるので、5時10分とか早い人は10分とかで終わるかもしれないんだけど、13分とかで終わるので、そしたらその解除中3周目に行くまでの間に50カウントをお願いします。最後でもいいの？最後でもいいのかな？え、これをもし50カウントを5時50分とかにしても、こっちで丸2のとこでもう50カウントできるんですか？わかんない。1配信で1回って感じ？1時間ごとの？難しい。星投げ優先で時間のある時に大丈夫だって。じゃあもうもしこの丸1の2週目が5時15分とかだったら、もうすぐ3週目星集めに行ってください。お願いします。でもし5時10分とかに終わって、あと5分とかめっちゃ時間がありそうだなと思ったら、あのカウントお願いします。カウントは3分ぐらいで、3分もかからないかな、終わります。スマホで普通に打っても 2,3 分で終わります。50までいけます。なんか途中でちょっと待ってくださいみたいなメッセージが出るんですけど、本当にちょっと待ってもう一回送信すると大丈夫なのでお願いします。カウントはあれか、星投げみたいに1時間の解除とかじゃなくて、普通にこのなんて言うんだろう、5時から6時で1回、6時から7時で1回みたいな感じなのかな。入室して1時間以内に、そうですね、これは1時間の配信なので1時間以内にしてください。だってじゃあカウントはあまり時間気にせずに、時間があるときにやってください。お願いします。他の丸2とかでも、あ、丸3でいいのか。あ、まあ全部星1周になるけど、全部に共通して言えることは、10個ずつ投げること、ユーナのルームに入ったらまずすぐ10個を投げること。10×5 色全部投げることかな。あとは50カウントをお願いします。それかな、ショールームのなんかアプリみたいなのがあるんですよね、早く投げれるような、なんかお願いします。それはあれば調べてお願いします。でも私も星投げ3周は30分あればいける感じなので、ギリギリでもないけど、まあいける感じなので、30分あれば皆さんもいけると思います。お願いします。そうですね、ツイッター連携と電話番号、ツイッター連携いるのかな、電話番号 SNMS 認証をお願いします。ショールームの多分左上かな、ユーナの携帯だと左上なんですけど、左上の3本線みたいなメニューのページを開いて、マイページっていうところを押して、アカウント設定を押したら上の方に SM 認証が出てきますのでお願いします。
願いします。それをしないとポイントが反映されないので、それは絶対お願いします。お願いします絶対連携、電話番号を入れるだけなので、別になんか多分それが個人情報というかバレたりはしないはずなので、ぜひぜひお願いします。そうなんですよね、あんまり言えないところもあるんですけど、星投げはぜひお願いしたいです。そう、どんだけ星3周頑張ってもその SMS 認証をしてないとポイントがそのイベントのポイントに加算されないので、絶対お願いします。4号は1時間空いてないから無理なのかな、50カウントが。でももう10時までしかできないから、これ以上ずらすってなると今回はちょっともう無理なのかもしれない。そうですね、でこの丸3で丸3 30分あるので、ここで1月5日明日の配信スケジュールをなんとなく考えて、この最後の45分間で最終決定をしたいと思います。今日はね、ここの 1,2 でカラオケ配信をして、あとはおしゃべりって感じかな、なります。ぜひ来てください。そうですね、チャレンジっていう欄から、そのさっきのメニューと同じところのチャレンジっていうところから、レインボースター、虹色の星が無料ギフト、無料で溜まってる方はもらえるので、ぜひそれも大きなポイントになるのでお願いします。ぜひぜひ。パンジュラモンスターさん、うちわじゃなくて扇子ありがとうございます。まひろまささん、はじめまして、かまたね。あ、キキちゃん来た、キキちゃん来たよ、キキちゃん今日もご飯を食べてます。おおおおお、めっちゃ落とすやんGoogle Chrome でなんとかツールあるみたい。7時26分に1回切ればいけるの？キキちゃんですじゃあもぐもぐしてますめっちゃ落としてるけど、ご飯5時から10時の間で3時間いけるように頑張ります。7日からは平日の時間なのでちょっと大変なんですけど、そう、初日はちょっとバタバタですね。そしてですね、5日は夜はちょっとできないかもしれないです。なので午前中、朝と、キキちゃんどこ行った？おっとおっとおっと、そんな隙間に捕まらんでも、キキちゃん開けるよ、はいすごい、ドアの縁に捕まってました。土日はそう、イベント中に申し訳ないんですけど、でもめっちゃ前から決めてた用事だったので、多分午前中とお昼メインになると思います。皆さんもお仕事始まってますか？お仕事始まってたらお昼がいいですよね。明日からお仕事か。キキちゃん、あ、キキちゃん、キキ、帽子が動いとるぞ。
帽子のところに隠れました。本当ですか？じゃあ5日もしかしたらお仕事の時間にかぶるかもしれないんですが、でも15分とかにしようと思います。星1周と50カウントぐらいのあれにしようと思います。誰か空き読みくれた？今日ギフトを全然読んでない？もしかして違うか、関係ない。インコちゃんがいます。オカメインコちゃんが5日のスケジュールちょっと考えます。5日はちょっとね、急遽でもないけどお仕事もあるので、その間を見ながらやろうと思います。じゃあとりあえず今日はもう私30分ぐらい喋ってますかね。今日はこれでお願いします。5時から6時、6時1分まあここは1回切るっていう感じのイメージなのですぐ待っててください。で1分から3、これ1回どうしよう、6時にさっき切って6時1分から始めればいいのかな。そしたら60秒間があるから、その間に配信が1回途切れたことになるのかな。なんかたまにバグった時とかすぐ戻ったら配信続けますかみたいななるから、どうしたらいいんだろう。キキちゃん一瞬切ればもういけるんですか？頑張ります。キキちゃん、あ、スイーパー、はいはいはい。あれ、よいしょ。そうなんです、めっちゃ響くんですよ。ママを呼んでます配信開始時間いっぱい、一回アプリを落とせば、一回配信アプリを落とせばいけるのかな。チビショールーム初登場かもしれない。チビ、60分経過すれば更新可能。ちょっとやってみます。チビちゃん、そうチビちゃん、チビちゃん、チビちゃんって呼んでるんですけど、痛い痛い、構わんよ、ぴょん、痛い、噛まれました。チビちゃんっていう文鳥がいるんです。麦ちゃん、1分開けるのは確実に更新可能になっていることを担保するため。ほうほう、じゃあ1分開けます。チビおいで、文鳥のチビちゃんです。ちっちゃいでしょ。メアリーさん、はじめまして、こんにちは。顔またね。チビちゃんと言います。一回コイラジで書いたかもしれないんだけど、写真とかショールームは初めてかもしれない。あまり私に懐いてなくて撮れないんですよね、写真とかが。ねえねえねえ、文鳥ってなんか結構一人をお母さんだと思って懐くんですよ。だからお姉ちゃんに懐いてて、私あんまりなので。チビちゃん、文鳥のチビちゃんです。こんにちは。多分今私の手 木かなんかだと思ってますじっとしてる。チビ、はじめましてですね。そう、さっきのオカメインコのキキちゃんとチビちゃん、チビちゃん呼び私だけなんですけど、本当はなんかいろいろ名前があるんです。この子、麦ちゃんとかチョコちゃんとかよくわかんないいっぱい名前があるんです。チビ肩おいで、ほら懐いてないの。チビ
おうおう、肩おいで。ダメだ、小指に乗られました。そう、麦ちゃん、チョコちゃん、チビちゃん、いろんな名前があります。この子どこ向いたんな。肩に来てよ。小指に捕まられたね。何時今、もうぼちぼち準備しなきゃいけないかな。なんかね、動きがね、スズメみたいなんですよね。せわしいというか。8時25、30分、40分ぐらい配信してるか。ぼちぼち終わろうかな、準備しなきゃね。初めて、初登場、チビちゃんでした。チビちゃん、ちょっと足にでも折って、あ、地面に行きました。じゃあ今日はこんな感じで午後配信。あ、くしゃみが出そう。くしゃみ。5時から6時、6時1分から6時半、7時25分から7時55、8時20分から8時35、9時15から10時、お願いします。一番最初のとこだけ星3周お願いします。途中から入れる人はどうしたらいいんだろうね。星満タンにして30分の配信とかだったら多分頑張ればいけるので、自分が星2周できる、2周終わる時間、終わるって思う時間、おーの1時間前にお願いします。なんかここら辺は50カウントできなかったらごめんなさい。なんかちょっと私もよく分かってないので、ちょっとまたお勉強も兼ねて今日とりあえずやってみましょう。めっちゃ声が聞こえる。前4番変えた方がいいの？4番8時26分から15分にした方がいいの？ちょっと50カウントの仕組みを教えてください。とりあえず今日は星投げとカラオケ配信楽しみましょう。はい、それでは今日もよろしくお願いします。今日からお願いします。チビ、おいしょいしょ、今日からよろしくお願いします。じゃあ、そう、ユナユナ、おお、右手が好きなの？ユナユナとランウェイに頑張るぞ。頑張りましょう。お願いします、皆さん。皆さんのね、その星3周にもね、限りがあると思うので、たくさんの応援してくださる方を見つけるためにも、皆さんのツイッターとかでの拡散もよろしくお願いします。私のだけでもね、限界があるので。お願いします。そして今日は僕の太陽公演もあるので、ぜひぜひ DMM さんでご覧ください。お願いします。まずは3時15分までに星満タン、もう今この配信が終わってすぐでも大丈夫です。星集めに行っといてください。お願いします。で、4時15分に捨て星お願いします。アラームかけとくと忘れません。お願いします。お願いします。皆さんの拡散力も、拡散力、皆さんの告知力、なんて言うんだろうね、皆さんの力も本当に大事になってくるので、たくさんの方に応援してもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。それでは今日のね、朝の配信はとりあえず終わろうと思います。次は5時からの配信でよろしくお願いします。
カラオケ配信するのでなんか歌ってほしい曲とかあればちょっと考えといてください。あんまりセトリとかは特に考えてないので1曲目だけ決めてますそう、その後はなんかリクエスト曲どんどん受け付けようと思うので考えてみてください。それでは、久しぶりのイベントなので、そうなんです、私ねめっちゃ久しぶりなので頑張ります。じゃあ行きます。13位、青木地さん。12位、瀬戸内大好きバナナさん。11位、ほっぺたぷにぷにさん。10位、みゆさん。9位、てつおさん。8位、クレイジーさん。7位、カズさん。6位、ルディエカワルダナさん。5位、こっち5位、タンニさん。4位、あやさん。3位、なるみさん。2位、奈良西さん。1位、井上義弘さん。はい、壇上の皆さんありがとうございます。パチ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 。マイペースの私ですが、時間は絶対守るように頑張りますので、お願いします。時間守らないとね、その後のが崩れてきたりするもんね。5時からイベント開始です。よろしくお願いします。わ、本当にドキドキ。ドキドキ。そう。あと僕の太陽公園。ちょっとね、お正月っていうか年末年始食べ過ぎたので、今日はいつもよりも元気に動こうと思います。ダイエット兼ねて。お願いします。よろしくお願いします。それでは、今日の朝配信来てくださった皆さん、ありがとうございました。せーの、みなさん、はーい、かぐさん本当にお願いします。ツイッターのリツイートでも、もう直接 LINE とかで送ってくださっても何でも大丈夫なので、とにかく広めてください。お願いします。それでは今日5時からよろしくお願いします。その前に僕の太陽公園も DMM さんで見てください。それでは今日もありがとうございました。配信終わります。5、4、3、2、1、川またね。ありがとうございました。お仕事今日からの方は頑張ってください。イベントよろしくお願いします。ゆねなとランウェイにお願いします。川またね。ありがとうございました。